お次なんですけれども、はい、なんだかすっごく、あら、夏がちょっと一足先に来ちゃった感じ、ね、はい、でしょ、うん、好きよまあ、でしょだけでもうね、もうね世の中をもうねごちそうさまって感じありがとうございます。なかなかいないはい、お次ですよ。はい、ムーニンパパこと、デルタウィン CFO パートナーズの伊藤です。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッチナさん、ありがとうございます。桜シリーズが終わって、シリーズそろそろ俺を夏が追いかけてくるぞ。おーおーおー、なるほど、なるほど。バカですね。好きですよ。大事ですよ。実は、真夏の国に4月の第3週1週間行ってきました。どちらに？インドへ。あら。40度です、インドはちょっと夏が始まってまして、あもう暑かったです。40度ってどんな感じ？ですね、ちょっとやっぱりスモッグというか、うちょ広いところ遠くを見ると、うん、霧がかかったようなところはあるんですけれども、あ、まあ、とにかく暑い、暑いっていうのは気候が暑いだけじゃなくて、うん、住んでらっしゃる方が暑い、うん、で若者人もいっぱいだもんね。若者、そうなんです、人口が中国とインドとぐらい、うん、全世界のね、うん、十何億確かいると思うんですけれども、うん、ただ若手、若い方の人口比率がとっても高くて、あら羨ましいね。ものすごい活気があって、ものすごい暑くて、エネルギッシュですね。で、まあ、そこへ行って、大学院の先生方と意見交換をしたり、あ、ムーミンパパが、はい、で、実際に海外留学生比率が 50% ぐらい、うん、何万人いる学生さんの中で、うん、っていう、シンバイオシス国際大学っていうところの大学院の先生と意見交換をしたりして、うん、でその後は IT 系の企業ですけれども、iPhone とか iPad の基本ソフトで iOS って入ってます。あれをヒンディー語化する翻訳をApple から直接受託をして、もう次に出る iOS のアップデートのその次のスケジュールまで知ってるっていう会社の人たちと会って意見交換をしたりっていうようなことをやってきたんですけれども、まあ、日本のビジネスマンで三種の神器、紙の器、道具として英語と IT と財務とか、それをなんか研修をしたり、日本の企業の皆さん、それから若手の皆さんに刺激をするような、なんかできないかなというところで行ってきたんですけれども、まあ本当にそのインドどんな国でしたっていうのが質問いただいたんですけれども、と暑いのと高速道路を走ってて、看板があるんですね、うん、まあ、どこの国でもあるんですけども、うんうん、で看板って広告ですから、はい、お金をかけてお客さんにいいものを伝えたい、例えばいいメッセージを伝えたいってことだと思うんですけれども、うん、電話番号10桁が区切りがないんです。あ数字がただつながってる、 そう、でそれを走っててパッと見て、うん、覚えちゃうんです。あ、なるほどね。インドの人ってすごいんだよね、数字、ね、感覚がね、うん、知ってる知ってる。で、いや本当なんだと、うん、例えばもし本当に分かりやすければ2桁で区切ってだとか、うん、半分ずつ5桁5桁にするだとか、でも10桁ボンと出てそれで広告になってる、うんうん、それでみんな分かるんだって、いやすんげーとか思って。確かに。で、そうすると、そういうふうに考えてみると、うん、実はインド出身の方が、うん、アメリカとかの企業のトップにもうすでになってたりするんですね。はい、ね、優秀なんですよね。例えばマイクロソフトの CEO もインド人の方になられたと思いますし、ペプシコーラのペプシコの CEO もインドの方だし、それから有名なコンサルティング会社のマッキンゼーのトップも、はい、インドの方なんですね。で、インドの方とお話をしてきて気がつくのが、もう本当にもうまだまだ貧しい方もたくさんいらっしゃるし、うんうんうん、IT で頑張ってるって言っても社会インフラもまだまだだし、はい、でその中で地区ごとにいろんな言葉がある中、英語でまとめて喋るっていうことをやってきて、うん、そこで通用する人は全世界どこでも通用すると。あ、なるほどね。で、今日ちょっとお知らせなんですけれども、うん、8月の17日から9月の11日、夏休み、はい、うんうんうん、で特に大学生の方向けに
インドでそういう英語とか IT だとかの研修をするっていうことを、ご提供したいなと今企画中です。でインドに行って、インドに行って、でこれを経験したこれまで何回かちょっとやってきてるんですけれども、うん、就職率 100% なんですよ。すごいね。就職面接でなんでインド行ってきたの、うん、何したのって言った時に、うん、もう耳学問だとか本で読んだのと違って皆さん自ら喋れるんですよ、うんうん、実体験ですからね。その代わり最初ちょっと慣れるまで辛かったり、あ、文化の違いとかがあるんですけど、それ乗り越えた強さって、うんうん、そのインドの経営者の方が世界で通用するみたいなことが提供できるかなと思ってまして、まあそんな研修を企画してますので、うん、若い人たちにはいい経験ですよね、それはね。そうですね、と、いうところで、暑い、人も暑いし気候も暑いところから戻ってきたあえてインドっていうところでしたね、はい、日本ってなんかさ島国じゃない、だからあんまりそういう他の文化に触れたりとかっていうことあんまりなくて、すごく刺激にもなるし、そうやって切磋琢磨していく環境って強くしますよね。そうですね、自分をね、うん、すごく楽しみ、はい、はい、あと何週か若かったらなまだまだ大丈夫、間に合うかしら、ちょっと頑張ろうかなはい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あー刺激的、刺激的、ブルーのシャツも刺激的短パンでね、ね、うん、懐かしい、行ってみたかったな、インド、まだ行ったことないけどね、行ったことない、ね、